ん、こんにちは、はるかです。2024年新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで2024年が始まりました。新年早々ですね、海外のニュースでも報じられたんですけども、日本ではいろいろなことがあって、で本当に元日からかっていうショックがもうなんか2倍になるような感じなんですけども、私も一応宮城出身で、もうなんて言うんですか、結構直で3.11を経験したんですけども、やっぱ1週間かな水が出なくて、で電気もまあ1週間くらいつかなかったですけども、やっぱりすごくそれは衝撃的な出来事として記憶に残っているし、多分この先も忘れることはないんだろうなと思うんです。で本当に今回被災された方、皆さんの生活が一日でも早く元通りにちょっとでも近い状態になることを本当に願っております。でちょっとね、このトーンで動画を一本丸々するのもね、ちょっと違うかなとも思うので、トピックに入っていきたいと思いますけども、復旧復興を心から願っています。で新年一発目の動画ということなんですけども、元日にインスタグラムの方で質問お悩みを募集させていただいて、でなんか質問とお悩みがちょうどいい感じで半々ぐらいだったので、いつも通り長くなりそうな感じがするので、おそらく動画は前半後半に2本に分けようかなと今のところ思っています。前半は質問をメインにお答えしていきたいなと思います。で例に習っていつも通り質問をまとめさせてもらったので、それに沿って回答させていただこうかなと思います。それでは行ってみよう。明けましておめでとうございます。今年の干支はちゃんと分かってますよ。ドラゴンでしょ。去年の反省と今年やりたいことは、去年の振り返りみたいなものは動画で前に作らせてもらったので、年末に今回は今年やりたいことをの話をさせていただこうかなと思います。年末のその振り返り動画でちらっとこう去年の秋ぐらいから準備しているものがあるっていうお話をさせてもらったんですけど、実はですねオンラインショップを準備しております。なんかオンラインショップオンラインショップっていうともまたなんかまあなんかちょっと自分の思いとは違うものがあるんですけど、ざっくり言うとまあオンラインショップです。でまあさらにカテゴリーを言うと、今風に既存のカテゴリーで言うとライフスタイルショップっていう感じにはなっていくのかなと思うんですけど、私個人としてはお暇屋さんを作りたいなと思って準備をしています。ブランドの名前もノーボーレイジャークラブっていう、高貴な暇人クラブっていうふざけた名前なんですけど、私的にはすごく気に入っている名前で準備をしていて、私たちの暇な時間を豊かにしてくれるようなアイテムを取り揃えるようなショップにしていきたいなと思ってます。でまあ、そこに込める思いだったりとか、本当にたくさんというかもうなんか結構強めにあるので、それはまたローンチが近くなったらお話しさせ詳しくお話しさせていただこうかなと思うんですが、今年やりたいことということで、まあ、始めようと思った理由としては、その誰からの束縛もなく自分でゼロからのものづくりっていうのをしてみたいなって思ってたのと、あとは動画でも前からちょいちょいお話をさせてもらってるんですけど、こうにゃんこ様をなんかお助け したいという思いが結構強くあって、それをまあ老後にできたらいいかなと思ってたんですけど、ちょっとそれを早めたっていう感じですね。なんかこうブランドがどういう道を歩んでいくのかによって、ちょっとそのにゃんこ様、動物
をお助けするプログラムもいろんなことができるようになれればいいなと思うんですけど、まあ、まずはノンプロフィットに寄付をしたいなと思っていて、そこから始めたいなと思っていて、売り上げの一部をそのノンプロフィットに寄付したいなと思っています。まあなんかどうしても最初は額大きいものにはならないと思うんですけど、やっぱりブランドを回していかなきゃいけないっていうのもあるので、なんですけど、まあまずはそこからちょっと始めて、ちょっとずつこうできることを増やしていけたらなと思っております。で、私が今具体的に準備しているのは、まあ、いろいろなアイテムを将来的には使っていきたいなと、作っていきたいなと思うんですけど、第一にはまずそのローンチに際してはステーショナリーをローンチしたいなと思っていて、暇な時間を豊かにする、もしくはこうなんか忙しい時の中にいてもなんかそれを使っているとちょっとこうなんかゆっくりとした時間が流れるような、なんかそういうステーショナリーをお届けしたいなと思っております。自分で今まで撮ってきた写真だったりとか、そういうものをデザインには使ってるので、きっとね、私の動画のスタイルが好きな方は気に入ってくれる内容になるんじゃないかなと思っております。結構ね大変なこともあるんですけど、一応まあ今年の6月をめどにローンチができるようにスケジュールを組んでいるので、もう少し先のお話ではあるんですけど、まあ、あっという間だと思いますけどね。なんですけど、動画の Vlog の中でもちょっとずつこう進展を皆さんにどういう風に進めてるのかとか共有させてもらえたらなと思ってます。ああなんか言っちゃったって感じですねなんかもう後戻りできないなっていう、もちろんいい意味でなんですけど、より覚悟が決まった感じでございます今。それがまずメインでやりたいことなんですけど、まあ、あと今年やりたいことは引き続き美しいものをたくさん体験して、こう後ろ髪を引っ張ってもらいに出向くということ、あとは継続してピラティスとフランス語はやっぱり楽しいので、それは続けていきたいなと思っています。次やりたいことがあるのですが、本気になるのは怖く前に進めません。はるかさんならどうしますか。本気になるのが怖いっていうのはちょっと私は分からない感覚なんですけど、私も今さっきお話しした通り、その新しいことをやろうとしてますけど、普通に怖いし不安ですなんか3割ぐらい、3割ぐらいがそんな感情だけど、あと7割が心を踊ってるというか、こう楽しみでアドレナリンが出てる感じがするので、それで続けられてるっていう感じですかね。でその不安をじゃあどうしますかって言うと、もうね絶対に問題とかは出てくると思うんですよ、確実に。なんですけど、もうそういう問題は起きたベースで解決していくことにする。もう心配したりとかしてもしょうがないから、まあもうだからしょうがない、もう起きたらその都度も最善を尽くして解決していくようにするっていうマインドを持つようにしてるっていう感じですかね。あとこう結構準備している中でやらなきゃいけないことだったりがたくさんあるので、そっちにエネルギーを注ぐようにする、なんか余計なことを考えるよりも、なんか考える暇もないというか、もうそれでいっぱいいっぱいだったりするから、まあそれも助けになってるっていう感じですかね。あるしなんかやりたいことがあるんだったら、もう実際にステップをもうこう書き始めてちょっと動き始めるっていうのがいいかもしれないですね。はるかさんのジャーナルの動画が好きでした。また機会があれば見たいです。ありがとうございます。私、リアルに今、ノーボリージャークラブのサンプルを作って、で、それを使い始めたので、リアルにはそれになります。なので、また、シェアしたいなと思っています。結構私的には自信を持って進められる内容になってるかなと思うので、まあなんかそこら辺も含め、ジャーナルの仕方も含め、紹介したいと思います。動画が出るときは本当に嬉しいです。最近 YouTube
撮影のカメラは何の機種を使用されていますか？ありがとうございます。あとソニーの ZV-1 を使っています。今はここ1年ぐらいかな。前はキャノンの ADD を使っていて、もうごっついやつですね。でやっぱりあれだとちょっと持ち運べないし、バッグにも大きいバッグじゃないと入らないしっていうので、この ZV-1 はあの一応 Vlog 用に作られた、 Vlog カメラとして作られたものなので、やっぱり持ち運びもしやすいし、ソニーって動画がすごく得意なあのメーカーさんだと思うので、動画もやっぱり綺麗だし、今のところすごく気に入っています、そのカメラ。ただうーんと思うのはバッテリーの減りがすごく早い。だから、まあ、これこの ZV-1 だけじゃなくてソニー共通してなのかなと思うんですけど、全部のそのソニーのカメラ、そうバッテリーの減りが早くて、なのでそのバッテリーは2個持ちをおすすめします、もしあのそのカメラ、このカメラ興味がある方は。であとこうズームの引きがもうちょっと幅があるといいなと思っていて、このカメラに使える広角レンズがあったらちょっとそれもね欲しいかなと思ってます。そんな感じ。次、初めて友人と縁を切りました。はるかさんと同世代です。はるかさんは縁を切った友達友人いますか？なんかすごいフランクにダークなことを打ち明けていただいてありがとうございます。縁切りか、なんか縁切りっていうのはなんか前の恋人とかしかないかも。もともと友人の幅がすごく私狭いので、なんか一回友達になると縁切りっていうのはなかった気がする。縁切りというかやっぱそのライフステージとかによって、あと疎遠になっちゃったりすることもあるじゃないですか。だから疎遠になったなっていう人はいっぱいいるけど、やっぱり国も違うので住んでるのが。だからだけどその友人をバッサリ縁切りっていうのは割とないかもしれないな。次、あとアジア人差別にあったことありますか？白人至上主義みたいな雰囲気とか。あったことあるかな、なんか覚えてないんだよね。なんかあるのかもしれないけど、軽いのしか覚えてないです。なんかニューヨークのどっかの駅で、なんかチャイニーズってすごい叫ばれた覚えがある。でも別にその方も白人だったわけじゃないし、まあでも一応人種差別なんで、まあそのカテゴリーだと思うんですけど、なんかその程度しか覚えてないかな。シアトルではね、ほぼほぼ会ったことないと思うんだよな。あったかな。シアトルそういうのすごい厳しいから、そういうレイシストなこととかセクシストみたいなことを言うとドン引かって、もうなんかドン引かれる風潮があるので、その個々人ではね、その信じてる人もいると思うので、その白人至上主義とかでも、なんかシアトルでそれをあんまり表に出す人っていないですよね。それを出しちゃうと、あ、なんかこの人エデュケーションがないんだなとか、なんかそういう風に捉えられるし、ドン引きされるので、わざわざそれを表に出す人はいない、少ないかなと思いますね。なんかそういうのって田舎に行けば行くほどあるのかなと思います。都市部は比較的やっぱりいろんな人種の人が集まるから薄いですけど、日本でもこう都市部と田舎って考え方だったりとかで結構ギャップがあると思うんですけど、アメリカだと都市部と田舎、あとはもう州が変わると本当になんかここは違う国なのかっていうぐらいに本当に違うので、私がシアトルに住んでたりとか、アメリカでも結構なんか都市部にしか行ったことがないので、なのでっていうのもあるかな。あんまり覚えてないっていう、あんまり記憶にないっていうのは。次、日本の一番好きなところ、アメリカで一番好きなところ。やっぱり日本は、そのわびさびの美しさだったりとか、でも縄文時代とかから歴史がある国だから、やっぱり深みが違うよねって思いますよね。なんかあとは、マイナスの感情に、その、
美を見出せるところがある気がする。文学とか特に。フランスのバイブにちょっと近いかなって思うんですけど、でアメリカで一番好きなところはやっぱり適当さ加減かなと思いますね。こうしなきゃいけないみたいなのがなんかこうほぼほぼないような国なので、適当さ加減がね、全然違う。でプラス私はそこに外国人として住んでるので、もうさらに適当っていう感じ。そう、なんかそれがいいなって思います。次、アメリカ、あ、違う、結婚生活で学んだ夫婦円満の教訓、新婚同い年です。ぜひ教えてほしいです。おめでとうございます。楽しいことを一緒にする時間を作ること。全然別に旅行とかその大きいことじゃなくてよくて、なんか一緒にゲームをしたりとか映画見たりとかコーヒー飲んだりとか、二人で何か楽しいことをする時間があると、二人の空間イコール楽しいものっていう風にこう、なんかそういう記憶になる気がして、だからなんかそういうのもあっていろいろ話しやすくもなるし、あとは自分の世界もちゃんと持つっていうこと、なんか仕事でも何でもいいんですけど、なんか主語を we じゃなくてちゃんと愛から始められる、そういう世界を持っておくことすごく大事だなと思います。結婚して4年目、結婚してよかったと思うことは、この空気感かな。そのアレックスと私とニャンコがいてっていうこの空気感がすごく好きで、私一人の時間もすごく好きだし必要なんですけど、一人では持てなかった空気感だなって思います。次、満員インターンや SATC のようなジャンルではるかさんのおすすめな映画。なんかそのジャンルだと、なんかすごいミーハーのところでしかないんですけど、ゴシップガールとかエミリー・イン・パリスとかプラダを着た悪魔とか、そういうベーシックなことしか言えないかも。あとはクレイジー・ストゥーピー・ラブとか、あとセプテンバー・イシューもいいかもしれない。セプテンバー・イシューってドキュメンタリーですけど、いいかも。次、何度も見る映画または最近すごく気に入った映画。何度も見るのはやっぱりアンナ・カリーナのビビー・サビー。最近好きだったのはブラック・スワンとバニラスカイ、あとバージンスーサイドも良かったです。次、丁寧な生活を心がけるポイントは。丁寧な生活は特にしてないです。私インテリアが好きなので、家具とか好きなのでデコレーションに凝るので、なんかなんていうの、そういう生活をしてるように見えますけど、あと器とかお茶とかも好きなので、なんかそう見えるかもしれないんですけど、別にそんなことなくて、ただまあポイントがあるとしたらよく寝ることかなって思います。私毎日朝10時起きです。早くて9時、それ以上早いとね、もうダメになっちゃう一日が。なのでよく寝るっていうこと。次、はるかさん大好きです。今一番好きな香水やルームフレグランスはありますか？香水はずっと変わらずトム・フォードのタバコバニラ、もうずっとですね、これは好きで使ってます。香りが強めなのでちょっとつけるだけでも十分で、多分好き嫌いが分かれる香りなので、皆さん全員におすすめはできないですけど、私は好きです。ルームフレグランスは特に使ってないんですけど、お香とかあとキャンドルは好きです。これルラボのフィグと、あとバレードのアポカリプスはすごく好きですね、キャンドル。次の旅行先決めてますか？3月に日本、秋にヨーロッパ。次、人間は孤独だと生きていけないと思いますか？フィジカル的に恋人と一緒にいようが、家族と一緒にいようが、友達と一緒にいようが、人間みんな孤独だと思うので、逆に孤独がないと生きていくのももっと大変だと思う。次、生きてる理由が分からなくなることってありますか？どう対処してますか？私はね、生きてる理由なんぞないと思ってるタイプです。なんか、私たち人間はさ、いろいろこう、何事にもこう、理由付けをしたがる動物だと思うんですけど、なんか別に意味がないこともたくさんあると思う。いいことも悪いこともこう、ぐる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 考えるからさ、要はなんか脳みそが発達しすぎたんだなと思う。まあ、厄介なことですね。次、先月ベトナムに移住しました。異国を楽しむ Tips をご教授ください。適当でいることと大雑把でいること。私、性格が
適当だし大雑把なんですけど、アメリカに来てみて結構それに助けられてるなと思います。まあそれが私が適当さが好きだしね、プラス言葉の壁があってもこうスンとしてられるというか、あとはまあそれに近いんですけど、その外国人であるっていうことを最大限に活用する。まあ私も外国人としてここに住んでますけど、ある種いろんなことが他人事で、一歩こう引いてその文化を適当に見られてることが楽しいです。なんか全然多分求められたティップスとは違うと思うんですけど、そんな感じかな。次、フリーランスでのお仕事、今の分野にした決め手は、いろんな分野に興味があり決められません。私は大学の頃に絞りました。もともとこうメディアに興味があってジャーナリズムを専攻してたんですけど、どのそのメディアの媒体が自分に合ってるか分からなかったので、なんかインターン してみたりとか YouTube 始めてみたりとか、どれがやってて楽しいかなっていうのをこう探索してる間に、やっぱりソーシャルメディアが構造的に面白いなと思って、今っていう感じですね。こう実際やってみるといいところも悪いところも両方見えてくるので、実際にやってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。すごい硬くなってきたけど。次、はるかさん、言語化がとても上手だと思うのですが、考えをまとめるのに工夫や習慣はありますか？ありがとうございます。いや、なんか私全然言語化上手だと思ったことないですよ、自分で。言い回しくどいしね。なんかでも、そう言っていただけて何かあるとしたら、なんか寝る前にこう、ポッて湧いてきたこととか、なんか歩いてる時になんかポッて湧いてきたことは、いいなと思ったらメモ取るようにしてますけど、それくらいかな。あとは本かな、やっぱり私物語も好きですけど、評論は結構好きなんですよ。なんか一つの問題についてああでもないこうでもないって言ってるのがすごく好きで、だから興味あるトピックの評論とかを読んでると、やっぱり興味があるから、その中に出てくる具体例、なんか前ね、なんか飲みの話とかさ、違う、ダニか、ダニの話とかさ、なのでなんか評論系の本は結構おすすめかもしれないです。だからもうそれも好き嫌いは分かれると思うけどね。次、将来的に子供は欲しいですか？これ私答えるのはいいんですけど、聞いてる人の中でなんかこうね、その人のライフステージでそれについて悩んでるとかだとちょっとあれなので、5秒空けるので、今の私はその話は聞きたくないっていう方は動画をここで止めてもらえるといいかなと思います。ほぼほぼこの動画は終わりに近いので、なので止めていただければなと思います。ここでもしちょっと嫌だっていう方はね。でもその方はここまで見ていただいてありがとうございます、長々と。結論から先に言うと、私とアレックスは子供を持つ予定はないです。これは結婚する前からお互いにそういう話をしていて、私の考えとしては、自分のこの人生は自分で完結させたくて、別に自分の DNA を残したいとも思わないし、欲的なことで言えば老後の面倒を見てほしいとも思わない。あんまりこう揺さぶられる要素を作りたくなかったんですよね。シンプルでいたくて、もちろん子供を持ってる人にしかわからない幸せもあると思うし、なんか子供を持ったらね、考え方とかそういうのも変わるよってよく言いますけど、私にはその類の変化も幸せもいらないから、その分気ままで安寧でいさせてほしい、ただそれだけですね。次、地球環境が悪くなる一方で子供を産むか悩んでいます。子供の将来を思うと産むことがいいことなのか。わかる、わかるよ。本当にわかる。なんか地球環境もだし、なんかね、なんか不可能な話なんだけどさ、子供にさ、この世界に生まれてきたいですかってお話できればいいのにね。なんかさ、それを考え始めると本当に難しいよね。私にも答えはわからない、答えはわからないけど、わかるっていうことだけ伝えたいです。次、おでんの具は何が好きですか？ちょっとね、重いお話が続いたので、最後はおでんの具で締めたいと思います。もちきん、大根、はんぺんかも。はい、ということで質問はここら辺にしておきたいと思います。ごめんなさい、答えられなかったものもたくさんあるんですけど、またどこかのタイミングで
質問コーナーやると思うので、リクエストとかあったらまた教えてください。はい、後半はお悩み相談に行きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。前半ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。